チャンネルクララをご覧の皆様こんばんは。帝国シンクタンクの緊急所見ということでございまして、今回はですね、11月3日に、クルド人問題と、まあ、とりあえず言っておきますが、そのセミナーをやろうということで、いくつか作業している途中の、まあ、中間報告のような形でお話を、してみたいというふうに思っております。まあ、私どもとしましては、まあ、いろんなその現地の方関係の方々に、まあ、聞き取り調査、まあ、したり、まあ、関係の文献を、まあ、調査してみたりということをやってるわけですが、ともかくも、まあ、6月に入管法が改正されましたと。で、入管法の文言自体はこれは非常に、まあ、いい方向に解説されたというふうに私ども思っているわけですが、ただこれ気をつけなければいけないのは、これどんな法律でもそうですけれども、どんな立派な法律ができてもそれが運用されて効果が出るというのは、これやっぱりしばらく時間が当然かかるわけです。ですからこれ肌感覚として関係の方に伺ったところ、少なくとも悪化はしていないと。ただこれ実際に例えばその不法外国人の取り締まりといいますか、あるいは強制送還というようなことにつきましても、どうしてもこれは時間がかかるので、一挙にこれ全員一網打尽に返してしまうということは、これは当然物理的にも不可能なわけですから、これは時間がかかるよねというふうなことでございます。で、ただやはり一番この問題、特に、まあ、今回話が拡散しちゃうんで、川口を中心としたクルド人問題について、ね、言いますと、やはり現実の問題としまして、川口市の北部にお住まいの方なんかは非常にその日々不安を感じている。で、特にその非常にその危険運転があったり、あるいはその暴力事件があったりということで、非常に不安を感じている人たちに安心を与えるためにもですね、あるいはクルドに限らず外国人とのトラブルに関して日常生活で不安を感じている方のためにもですね、できればこの入管法改正以降のですね、強制送還であったり、難民申請の数がどれぐらい、まあ、難民申請、いわゆる、まあ、本来でなくて、我々が一般的に言われる鍵かっこつきかもしれませんが、偽装難民とおぼしき、あるいは非常にその問題のあるというようなその申請がどれぐらい減っているのかという、これはですね、やっぱりデータは公開していただけるとありがたいな。で、それが誰もが見える形で毎月のデータを公開していただくと、これは多少当然波があるとは思うんですが、着実に良くなっているということが分かるんじゃないのか。ただくれぐれも申しますが、この手の法律で劇薬でですね、一挙にその不良外国人がいなくなったという、いや、これはさすがにちょっとやりすぎなわけです。やっぱり劇薬というのは、日本は民主的な法治国家ですから、それは粛々と手続きを取らないといけないということになるわけですね。で、同様にエスターを、その、まあ、エスターの日本版のジェスターをやるということも、これは方針として決まったわけですが、ただこれもあくまでも方針として決まったというだけですから、今これはやはり技術的な問題もあって、2030年までには実施したいというようなことを言ってる。もちろんこれは技術上の話ですから、前倒しになっていただければ大変ありがたいですし、そのことは多少の、本来はどうしてもこれ日本の行政の悪弊としまして、完璧になるまで発信しないということなんですが、ただコンピューターのようなものの場合は、どうしても出た後バージョンアップをしていくと、バグを潰していくということで、できた段階でやっていただくという方が本当はいいんですが、これは日本のやっぱり行政のシステムとはなかなかちょっと馴染まないというのもあるんですが、ただ世論としては、まずとりあえずできる範囲でこうやってほしいということを盛り上げることはいいんじゃないのかと。で、ただこれもやはり今進行中のことであって、あくまでもその現時点ではジェスター機能してないわけですね。だからできるだけ早くやってほしいということは言うと同時に、これあたかもそのジェスターがもうあって、フル外国人は弾かれるんだということは幻想としては持たない方がいい、いうふうなことになるかと思います。ですからその辺、今現実にできていること、それは少なくともやっぱりこれは歩みは遅いけれども進んでるんだけれども、何か非常にですね、一瞬にしてそのバラ色の未来が来るというふうな言説は、これはこれでちょっと問題の解決を遅らせるといいますか、ちょっと障害になりかねないということで気をつけなければいけない。で、同じようなことで、実はクルド人の犯罪の取り締まりということの難しさというのがあるということを、まあ、今回もう一つご指摘をしておきたいと思うんですね。で、これも何度も繰り返しますが、日本は民主主義に基づいた法治国家であると言うと、これはいきなり何にもない人間を街を歩いているからといってですね、とっ捕まえるということはこれいかないわけです。やっぱり犯罪の事実があったら、きちんとその証拠を集めて、証拠なり証言なりを集めて、法手続きをのっとって捕まえないといけないということになるんですが、で、ところがですね、そのクルド人の、その特にその犯罪、不法行為、あるいは迷惑行為を起こすようなその集団というのがですね、実は結構これが難しい。で、何が難しいかと。
で例えば、昨年夏にありましたの病院で の, その乱闘事件、病院 の, その前での乱闘事件というのがありましたが、あれの時にですね、結局不起訴になってしまうと、なんで殴り合いした人間が不起訴になってしまうかというと、実は実行犯を特定するのは非常に難しいということがある。でどういうことかと言いますと、で実はこれ多く の, その,、まあ、取材をしている過程でクルド人 の, その特性というような形で、まあ、言っておられたんで、まあ、とりあえず少なくともこの在日クルド人コミュニティの人たちの特性という、少なくとも一つの傾向があるというふうなことは言っていいと思うんですが、中で内輪でですね、まあ、ちゃんちゃんバラバラ揉めていたとしても、外側から日本人が来ると一挙にクルド人としてまとまってしまうと。でそしてその日本人に対してはその、まあ、弱みを見せないといいますか、弱点を見せないというような形で固まってしまう。で例えばこれが何て言いますかね、比較の対象として持ってくることが適切かどうかわからないんですが、私が何年か前にアフガニスタン現代史というのを書いた時に、いわゆるアフガニスタンという国が普段はさまざまな部族その他で、民族その他で対立して争い、地で地を争い、抗争してるんですが、しかしより大きな敵が来るとその上位で固まると。で普段はその上位で相手と戦っているユニットの、これがいわゆる部族だったのが、大きな民族対立、言語なんか違う民族となると、その部族が超えて民族で固まって異民族と戦う。でそれさらに外国人が来ると、その民族対立がいきなり棚上げになっちゃって、外国人にとっていわゆる上位、異敵に対して固まるという、でその異敵の圧力がなくなると、今度はまたそれがばらけてもう一回内部対立が始まるという、なんかそういうイメージに非常に近いというふうなことがあるらしいんですね。でそうなってきますと、例えばですね、クルド人同士の揉め事で公園 の, その,、まあ、トイレだったり機材が壊されたと。で当然これは器物損壊事件ですから、警察が捜査をして立件しようとすると、突如その関係者の関係の弁護士が出てきて、弁償します、示談してくださいと言ってうやむやになってしまう。でそうなってきますと、これはなかなかそういう処罰するのが難しい。あるいは喧嘩なんかの場合なんかです、これ現行犯逮捕、少なくともその怪我をさせられた側が訴え出るか、あるいはそうでなければ現行犯逮捕でないと難しいわけですが、しかし乱闘しているところに警察官が取り締まりに行く、そうするとクルド人の集団がわーっと出てきて、結局誰が誰を殴ったのかよくわからない、特定しづらくなってしまう。でさらにじゃあそれを呼んできて取り調べをしても黙秘をしてしまう、あるいは黙秘をしなくても自分はやられ明らかにその怪我をしている、負傷しているにかかわらず、いや自分はやられてないと言い張ってしまう、転んだだけで言い張ってしまうとなると、そうしますとこれは今の日本の法的な取り締まりになってくると、結局これ立件できない、立件できなければ起訴できない。でもちろん言葉の問題というのもあるでしょう。でそうなってくると、彼らのそのコミュニティ、特にそういった問題を起こす人たちというのの、その縄張りといいますか、ある種のファミリー意識といいますか、部族意識といいますか、それが非常にそのまあ強すぎてしまって、これがなかなか犯罪事案、特にそのまあ暴力的な事案についてはですね、逮捕することが難しいというのが現状だということをいろんなところでまあ聞きました。ですからそうなってきますと、例えばこれは難しいところは、まあ、難しいとしてもですね、例えばいろんなそのまあ危険運転であるとか、明らかに現行犯として取り締まれるものについては、これはまあクルド人であろうとなかろうと、何人であろうと犯罪だったり危険行為についてはこれは取り締まるのが筋ですから、法治国家ですから、そういったことで対応をお願いしたいというふうなことしか言えない。でただ何度も繰り返しますが、不法入国者ということに関して入管法の改正でいい方向には少しずつ向いている、そんなに劇的にはならないけどいい方向に向いている。でやっぱりそれを住民の方の安心をその確保するためにもですね、その実績というのはこれは逐次やっぱりご報告いただきたい、それをやっぱりネットなんかで確認できるようにしていただきたいと。やはりまあいろんな形で多文化共生というふうな形で言う人がいるんですが、多文化共生というような形だったら、外国人を労働力として入れなければいけないということになれば、当然今もともと住んでいる日本人の安心とか安全が確保されなければ、これどうしようもないわけですよ。それとやっぱりセットでなければいけないんで、その辺についてもですね、これはやはり考えていただきたいと思うんですが、まずは何にしてもその0点100点どちらもこれはないし、どちらの議論というのもこれは非常に
問題解決の妨げにしかならないというようなことになりますので、その辺のですね、まあ、ちょっと徐々にその良くなりつつあるんで、そのデータをぜひいろんな形で関係各所の方は公開していただきたいと。それからやはり日本はその法治国家、特に民主国家の法治国家ですので、やっぱりあんまり無理なことはできない。でただ現場の刑事さんたちは本当にそれは犯罪者を取り締まりたいということで一生懸命仕事しておられるということもこれもよく分かりましたので、そういったところでですね、闇雲にそのまあ攻めるということはどうかと。でもちろん問題があれば攻めればいいんですけれども、その辺重々ご理解いただきたいと言いますか、留意して話を考えるべきではないかというようなことをちょっとまあ思った次第でございます。まあ、またいろいろなところで、中間報告なことはしたいと思いますが、また当然こう調整中で言えること言えないことともあるんですけれども、とりあえず今日のところはそんなところで簡単にお話をしてみましたというわけでございまして、まあ、こういう提言その他の研究をするということはですね、まあ、毎度申し上げていることではございますが、シンクタンクの会員の皆様の、お支えがあってのことでございます。なかなかですね、月5000というのは、ちょっとお高い金額ではございますので、お気軽にですねどうぞと申し上げにくいところはあるんですが、可能であればぜひご支援いただきたいと。またそうなくてもこのチャンネルクララの方の会員登録はこれは全く無料で今ポチッとやられていただければすぐできますので、こちらの方だけでも我々の活動を拡散するという意味では十分意味がある活動ことだと思いますので、何卒ご協力いただければというふうに思っております。どうも、そういうわけで、また次回お会いできればと思います。さよなら。日本には近代政党が必要だ。自分の政策与奪の件を政治家に任せていってはいけない。ましてや官僚シンクタンクにしている政治家に任せたら何をされるかわからない。規制が増えたり税が増えたりすると政府の力ってどんどん強くなっていく。でそうすると自分たちの意思とは関係ない政治とか社会の意思決定がなされていく。それが環境に役立つのか役に立たないのかという人は一方でいたんですが、そもそも手続きとしておかしい。民主国家というのはこれ基本的に手続きの世界なんですよね。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。